はい、はい、どうもゆみどチャンネルです。ゆみチャンネルでーす、はい、今回は最近やってなかった企画といえば知恵袋に回答してみたでーす。勝手にね、はい、今回も勝手に相談を解決していくと。ホスグルイが、そう、今日もホスグルイ系の質問でね、はい、行こうと思ってたんで、どれから行こうかな。ホスグルイの女、特に風俗嬢はホストが人生の全てなのですか？ホストと付き合えるわけでもないのに年取って稼げなくなったらどうやって生活するのですか？風俗でキモいおっさんから金もらってホストに貢ぐとかバカバカしいと思います。せっかく風俗で荒稼ぎできるのだから、タワーマンションに住んだり高級車買ったりお店経営したりいくらでも方法あると思います。そうすればホストでなくてもお気に入りのイケメンが寄ってくると思うが。タワーマンに住めるしとか車に乗れるしも将来何なのって話じゃない？確かにって思うよね。そもそもそういうなんかこうお金使いたいなっていう理由がなかったら稼ごうとも別に思わない。そもそも思いますけど、使う場所がなかったら人って稼がなくなる。ああ、生きていけるだけだ。いや本当そうそうそう、うん、稼ぐ理由がなかったら多分やってないんじゃないかなっていう風俗の仕事を。ちなみに回答は、うん、逆にホストの存在がないと風俗なんて辛い仕事をずっとできないと思います。ああ同じなんだ。年取って稼げなくなったら口でいくだけですって言ってますね。同じだ。同じっすね。同じだ。よかった、一般的な感性ってことで。カテゴリーマスターって何ですか？この回答のやつにいるカテゴリーをマスターしてしまってる人がいるかもしれない。ホストカテゴリーをカテゴリーマスターの回答に俺らが戦うっていうじゃあこいつの回答、じゃあ一回戦いますか。ホスグルイはホストに貢ぐのが幸せなんですよと。だから風俗で働けるのです。ただホストはそんなに長くは仕事を続けませんし、担当ホストと客としていい関係を保てるとも限りませんし、年を取って稼げなくなるくらいまで風俗の仕事を続けることはないと思います。どこかでホスト通いは卒業して風俗の仕事も辞めると思いますよ。発想が逆なんですよ。ホストに貢ぎたいから風俗をするのであって、その必要がなくなれば辞めると思います。ですのでホスグルイがホスト通いをやめて風俗で稼いだお金でタワマンに住んだり高級車を買ったりするという生活に移行することはないように思います。あくまでホストに貢ぐための手段として風俗の仕事をするわけですので、いい生活を送るために風俗の仕事は続けないと思いますよ。あれ、これユミトさんですか？お金があるからタワマン住むとかじゃなくて、ね、タワマンに住みたいからお金を稼ぐみたいな、はい、とこなわけで、確かにその人が言う順番は逆だよね。これカテゴリーマスターになれます？カテゴリーマスターなれるわ。かっこいいのがカテゴリーマスターなんだけど名前非公開なんですよねっていう質問でしたね。じゃあ次いきますか。次、ホスグルイです。今日担当とディズニー行ってからお店に行く約束しました。はいはいはい。でもサブタンに会いに行きたいです。お店に行かない言い訳考えてください。ディズニーに行くな。ごめんなさい。ディズニーには行きたいんだ。じゃあディズニーに行ってからお店に約束したけど、でもサブタンに会いに行きたいみたいな、どうなんだろう。ディズニー行ってからサブタンに会いに行くっていう正気の沙汰ではないやつなのか。同伴でディズニーはしんどくねえか。でもディズニー行ってからサブタンに会いに行くも相当じゃないですかこいつ。だからホスト遊び慣れてるんだよ。やばいなこいつ。でこの人とのディズニー行きてえなって思う人なのに心は離れてんだ。だ女性って怖いよね。いやこれ心離れてるっていうか多分両方好きなんじゃないですか。多分両方本当にもう単純にただ単に会いに行きたくなっちゃったらどうしようかなっていうノリじゃないですか。そのベストアンサーなの？回答が1件しかなくて、ディズニーの近くに泊まって明日も行くことになったから行けなくなったはどうでしょう。どういうことだよ。ディズニーの近くに泊まってお店に行かない言い訳。ああなるほど。これ回答がもうダメですよ。回答がもう理解してないですもん、質問の内容を。ああなるほどね。質問者はお店に行かない言い訳考えてくださいって、多分そのメインの担当に行かない言い訳を考えてくださいって言ってるのに、なんかサブタンの店に行かない言い訳を考えちゃってますね、こいつ。回答なるほどね、なるほどね。これはもうユミツさんの回答がベストアンサーになります。お店に行かない言い訳を考えてください。大喜利っす。マジで言っていい？はい、マジで言っていい？マジでいいっす。今日はこれは確かに、いやもうマジのあれよ、はい、これサブタンの店行けます、うん、だったら一般的な言い方をすれば、はい、大きな仕事が入って大事な取引先が来るんだよね、そっから今日20万もらえそうなんだよねじゃない、地方のお客さんでさ、仕事で大事なあれがあるが一番断りやすいですね。でも俺多分なんですけど、こいつ多分常習犯なんですよ。本当が嘘つけてめえってなる気がするんです。こんな発想するやつ常習犯じゃないんじゃないか。そんなやつをディズニー連れてっかね。なんか時間の無駄になりそうです。さ本端もなんならもう別に分かってるから、あじゃあ行ってきなよって行かせそうじゃないですか。てか言えばいいのにね、本端じゃなくて、はい、あの他の担当がいるからちょっと今日そっち行きたいんだよねってことを事前に言っとけばいいのに。事前に言えない関係なのかもしれないです。
わかんないですけど、どうわかんない、もうそれが伝わってるかどうなのかわかんないですけど。なるほどね。次行きましょう。次、じゃ次の質問、ホストについて質問ですと。はいはいはい。仲いい友達がホストに半年以上通っていて、最近毎回 VIP 席に案内されるようになったみたいです。はい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 。頼んだわけでもなく突然みたいです。なんででしょうか。私は最近通い出してあまりよくわからなく気になったので聞いてみましたと。難しいね。模範回答を言うなら、まあ、彼女だから痛いかぶりに見られてホストラブとかにさらされちゃうのが心配だから。俺 VIP はあんま使わないな。イメージさん VIP 使わないです。ベストアンサーちなみに。ベストアンサーはベストも何もあんのかって感じ。あ、ちょカテゴリーマスターもう一人います。カテゴリーマスター心強いぞこれ。コアラおじさん。コアラおじさん。コアラおじさんカテゴリーマスター。暇そうだな。なんかと初めは興味本位から始まりとハマり沼り依存し、お金がなくなると借金をし、気がついたら一文なしになり店から蹴り出される。このパターンもあなたの友達は確実に踏んでいってるとなりそうですね。いまだその続きがあって体を売りお金を用意して身も心もズタボロになり、最後の最後は歌舞伎町であったように身を投げる。なんとおぞましいことでしょうか。でもこれも現実としてあるわけですから、あなたからもその友達に忠告をしておいた方がいいですね。っていうか、もう次の段階に入っている様子から止めるならこれくらいが最後かもしれません。あなたも二の舞とならないようできればもう行かない方が身のためかもしれませんよ。こう言ってはあれなんですが、男にモテない女性がハマり沼るパターンがほとんどですからね。ああ、次の段階とはさらに店側がその友達に対してお金を落としてもらえるようにサービスとして持ち上げるわけですよ。そうすればさらにハマりもう抜け出せないように囲いに入り込まれている状態となりますねと。わけわからん女の子の質問これだけ真面目に答えてたら、これカテゴリーマスターいけるわそれはカテゴリーマスターだわ。コアラおじさんのプロフィール見たろベストアンサー11,834件。すげえな。11,834件。何のためにあんだろうね。業者なのかな。すげえな。年齢50から59歳。フリーランス。それフリーターなのよ絶対。フリーター。うわ、コアラおじさん、コアラおじさん掘り下げた方がおもろいまである。すごいな。コアラおじさんすごいな。次行きますか。はい。次。マッチングアプリで知り合った人がいて、もう5回ぐらいはデートしていますと、先日自分にはお金が、必要な夢、実際詳しく話してくれました、があるからお金を貯めるためにホストを始めると教えてくれましたと、で初めてホストをやり始めるから自分の初指名をしてほしいとお願いされました。はい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 、はい、これは育てで間違いありませんかと。私はホストに行ったことがなくお金もあまりありません、彼の家族の話なども聞いているので信じてみたい気持ちもありますが、三角おしぼりを作っているのを見たりすると、もともと夜食をやっていてこれは育てない気がしてなりません。先日会った時は寮に入るためのお引っ越しの荷物を持っていたので、さらに本当なのか分からなくなりました。どう思いますかと。あ、新人って嘘をつかれてんじゃねえかって話、まあ、っていうか育てなんじゃないかっていう、なんかその新人でホスト最近始めたんだよねみたいな、でも俺はお金が必要でだからホストやるんだみたいな、で実際5回ぐらい当ててちょっと初指名で来てくんねえか、自分の初めての指名になってくんねえか。5回待ってんの、はい、すげえな。っていうベストアンサーは、ベストアンサーっていうか、まあベストアンサーっていうかカテゴリーマスターがまたいますね。暇人のね、これ ID 非公開でもさっきのやつと一緒なのかな、もしかしたら。あ、さっきと一緒だこいつ。カテゴリーマスター、すげえなマジで。マッチングアプリでよくあるホストの集客ですと。出会って少し経ってからホストの話をするんです。夢や家族がどうとか言って、この定番の集客のやり方はもともとホストをしている人でしょう。遺跡で寮に入るのでは。質問者様のような育てはたくさんいるはずです。お客になる気がないのでしたらやめた方がいいと思いますよ。なんだこいつ、恨みでもあんのかホストクラブに、てか5回もあってんのすごいね。すごいですね。一応気に入られてるような気もするけど、5回もあってたら合わないけど、5回も会ってる時点で相当下手なし、本当に新人か単純になんか普通に気に入ってるかじゃないですか。そうだね、まあ、っていう育てで間違いあるかないかっていう意味。育て、いや育てで5回も根気強く会う、その相手じゃないとちゃんと自分の頑張りを認めてくれる女性に変えた方がいいと思う、そのホスト側の目線になると。5回も会ってこなかったからもうそもそも来ないよねって話なんで、そいつがバカなんじゃないかなと思いますよ。はい、次行きましょう。次この世から異性が接待する店、男性だったらキャバクラや、コンカフェなどの飲食店や風俗店、女性ならホストクラブやボーイズバー、女性用風俗店がなくなったら世の中どうなると思いますかと。どうなると思う、まあ、なくなったらなくなったで変わんない人、それらがなくなることによって生活に楽しみがなくなって病む人様々でしょうかと。で補足、今からなくなるのではなく、もともとこの世にそういった業界がないという仮定での話です。最近そういった問題業界が問題視されているので、ない世の中だったらどうなってたんだろうってふと思いましたっていう質問ですね。
パパ活女と紐が増えるだけじゃない。金払ってるからなんとかこう抑制できてるじゃないけどさ、そういうのが法的にある以上許されてるから、抑制できてる説があるよ。だっておじさんがさ、めちゃめちゃスレンダーな女性に普通にこう放つ機会すらないじゃん。まあないですよ。金払ってそれができるだけまだマシいいんじゃないかなって思うけど、うん、ちなみに回答は風俗がなくなった場合は性犯罪が増えてしまうのではないのかなと思いました。あとキャバクラやホストクラブに関してはなくなったとしても風俗のように大幅に変わらないかなと思います。理由はクラブ相席や出会い系アプリがたくさんある世の中なので、異性と飲みたいとなれば別にその辺を使えばいいかなと思ったからですみたいな。俺もし大学生だったら、はい、クラブでナンパとかでワンナイトとかめちゃめちゃだるいなと思っちゃう。だるいっすよ。もう金払って最短ショートコースでがいいなって思う人もやっぱいると思うんだよね、はい、金払った時点で結論までいけるの方がそうが、マッチングアプリももうスワイプもめんどくせえし、はい、課金なんかバカバカしいし、ね、そうっていう意味ではホストクラブにサッと来て相席屋でわけわからんさ、魅力のない男と飲むぐらいだったら金払っていい男と飲みたいっていうのはめっちゃわかるな、うん、っていうことで、はい、今回は、はい、ヤフー知恵袋ホスト編勝手に答えてみたでした、はいはい、このチャンネルがいいと思った方、この質問にはこの答えがあるんじゃないかっていう方もね、コメントをぜひください。お願いします。ゆめとチャンネルでした。バイバーイ。